ぎやが立っておりますね。どんな暮らしぶりをしているのでしょうかね。時間があれば確かめに行きたいぐらいですよ。なんか作業用のタンクが 2両になってましたね、今ね。まあこの時のね、自分はね、確かにね、人生というものに悩んでおりましたね。今の僕が君にアドバイスできることは何もないね。どう頑張ったって今の僕にしかならないんだからね。君、好きに生きてみるしかないのが、君は君の人生でしかないのよ。でしょう。今の僕ですら分かんないからね。今の僕の言うことだって、この未来の僕がですね、どう思うかは分からないことですからね。なんか これや音が得てもハローヘロー少ない、しなきゃ嘘だよね、ドアを開けるなら、タン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 、ずーここは果たして一塁だけ狙ってみよう。風と犬を連れながら、てん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 、なくて、より言葉がなくて、まらいこはそんなごそのならひもないね。アスカさんはね、ヘロー、これや考えてもヘローヘロー、ことの一つくらいしたけ嘘だよね、素直を開けるなら。アスカさんはね、覚醒剤の、アスカさんはね、覚醒剤の治療を受けたらですね、また音楽をかけております。チャゲ&アスカの前のアスカさんに戻っちゃったんですよ。アスカさんはですね、覚醒剤の治療を受けたら、チャゲ&アスカになる前のアスカさんに戻っちゃったんですよね。もしかしたらね、根っからね、やってたのかなと思っちゃうんですよね。ただ単にね、お金を使って、アスカさんのお父さんはですね、自衛隊なんですよね。自衛隊でもしかしたらもがきながらね、日常だったかもしれないね。考えながらこのヨーロッパの旅を通じてですね、心を癒しながら次のね、自分の人生に向かっていこうというね、そういう気持ちをね、作るために、おお、これは湖ですかね。そう、このドイツの大きな湖、このね、湖のね、ミュンヘンに向かっておりますね。オーストリアの国境あたりからミュンヘンに向かって走っておりますね。このね、湖が気になるんだよね、今でもね。なんか海みたいじゃないですか。美しい風景じゃないですか。ちょっと雪がまだ積もっておりますけどね。いつかね、またね、この湖見に行きたいなと思ってんですよね。人生に悩んでいたんですね、この時の僕はですね。もう切り替えがね、若い時っていうのはですね、切り替えができないんですよね。まあ
若い時の方が切り替えはしやすいと思いますけどね。若いうちは何でもできるんだよ。年を取るとだんだんできなくなっていくんですよ。まあ僕はこうやって旅をしてね、気分転換をするということを選んだわけでございますよ。しょうがないよね、人生いろいろです。まあ人生というものは何ですかね。ゲームですよ、ゲーム。人の目を気にして生きるなんてくだらないことさ。僕は道端で泣いてる子供。そういうところに向かう。これドイツのね、どっかの都市なんだよね。ちょっと混んでるね、道ね。ミュンヘンか、ミュンヘンの手前かなんですよ。LURL。そういう名前の都市は。ニュルンベルクですね。ニュルンベルクか。ニュルンベルクですね。ミュンヘンなんですね、ここは。あ、そうなの。ここはミュンヘンの街並みにたどり着いて、次は北上して、ニュンベルクを目指すということでございます。あ、なるほどね。ミュンヘンの街並みでございますね。ミュンヘンからニュンベルク。西ドイツの首都だ。LURL。西ドイツの首都はボンだったっけ。ミュンヘンオリンピックっていうのがあったよね。文字を覚えて、もうね、説明をしますね。時は1996年の2月の終わりから行って3月いっぱいね、ユーラシア大陸を往復した時の旅の中の、一部の説明をいたしますね。一部の説明をして、その中をまた分割して紹介していきたいと思います。動画的には分割しております。前回の説明はどこまで行ったかっていうと、リヒテンシュタインというヨーロッパの国からオーストリアに行って、チロル地方、ホアアールベルクからチロル州に入ったぐらいのところで前回の説明は終わりました。この続きを紹介したいと思います。で、ウィーンまで行って戻ってきて、オーストリア内で、高速道路脇のホテルに泊まりましたね。その日目覚めたらすごい霧が出ておりました。そして、車に乗ってドイツに入って、前回の説明の続きということは、チロル地方を通って、そしてバイエルン州に一旦入って、そしてまたオーストラリアに入るんですね。まだウィーンには行っておりません、この時点ではね。で、ザルツブルク州を通り抜けて、オーバーエスターライヒ州っていうところを通って、ニダーエスターライヒ州っていうところを通って、ウィーンに初めて着くわけですね。もう午後ですね。まあちょっと降りてですね、歩き回ったんですけども、急いでまた車に乗って引き返して、ニダーエスターライヒ州。オーバーエスターライヒ州を通り抜けて、ちょっとね、入ってきたルートとはちょっと違う北の方に曲がっていくんですけども、で、ここら辺でね、ホテル泊まったんですね、高速道路脇のね。そして次の日、霧がすごくなっていて、車に乗って、ドイツに入っていくと。で、一日中高速道路を移動してですね、バイエルン州からヘッセル州に入って、ラインライトプファルツ州、ノルトライン
ベストファレン州なんかを通っていくんですね。まあ途中ね、どっかにね、ミュンヘンとかね、バイエルン州だっけな、ミュンヘンとかニュンブルクとかね、で、どっかでフランクフルトとかね、ケルンとか通っていくんですけどね。で、このね、ノルトラインベルトファレンっていうところからオランダに入っていくんですね。オランダは13カ国目ということになります。ヘルダーランド州、ユットレヒト州、なんかサッカーのチームで聞いたことあるようなチームだね。そして北ホーランド、北ホーランド、この中に、アムステルダムがありますね。アムステルダムで宿泊しますね。駅の隣の駅が見えるホテル。で、次の日ね、朝から車に乗って引き返してユットレヒト州に入って分岐して、そして南ホーラント州のね、まあ隅の方を通過していって、で、北ブラバント州っていうところに入っていくんですね。で、ここからベルギーに入っていて、ベルギーの北部ですね、フランデレン地域っていうところを通り抜けていって、そしてフランスに戻ってきましたね。オードフランス地域圏っていうところを通っていって、今回の動画はね、この辺で終わっておりますが、その続きはですね、ノールド圏を通ってパドカレー圏、ソンム圏、オワーズ圏、バルドワーズ圏で、バドワーズ圏からですね、オールドフランス地域圏からオイルドフランス地域圏に入っていくんですね。で、セーヌサンドニー圏を通ってパリ圏に入っていくという感じですね。